どまきとーんとーんで、野生のキリンって1日に約20分ぐらいしか寝らんらしい、寝らんらしい、寝えへんらしい。まあ今回そうだかわけないねんけど、NC4 の掛け算割り算ということで、スタートンとん。で、やってまいりました。この NC4 シリーズ。まあ、ほとんど2C4 が、学校では思うかなって思うんやけど、ラストの動画になります。基本的な授業動画がラストっていうことかな。問題演習動画は他にもあげるけど、基本的な授業動画がラストなので、基礎を身につけたい人は、一番最初の動画、次の小数の動画、足し算引き算の動画、っていうのを見た後にこの動画見た方が理解度は深まります。で、アキトントンを初めて見た人いっぱいいると思います。チャンネル登録してないと思うので、ぜひチャンネル登録してください。再生リストとかから、こんな風にいろんな授業動画探せます。数学 A はもう確率とかもいろいろ上げてるし、数2、数 B いっぱいあるのでね、高校2年生になった時もそういう勉強頑張ってください。っていうことで、今回、新法の掛け算割り算やっていくんやけど、掛け算割り算ってもちろんその中に足し算引き算が入ってるから、前回の足し算引き算、N 新法の足し算引き算が分かってないと、これはきついです。正直。けど、まあ一応ね、足し算引き算とか軽く復習しながらやっていきます。じゃあ、やっていく。アキトントン。はい、こいつを今回は解こうっていう感じでやっていきたいんけど、正直、二進法の掛け算ってめちゃくちゃ簡単です。なぜなら、二進法って0か1だけやから、例えば 0×0、って言われたらもちろん0やし、0×1 って言われたらもちろん0やし、1×1 っていうのはもちろん1やしっていうことで、これが元になるだけ。あとは足し算するから、その足し算でみんなつまずくんかなって思う。もちろんこのカッコっていうのは、二進法で表された数字やで、二進数やでっていうのを表してる。それは大丈夫かな、みんな。はい。じゃあ、この筆算ちょっとやっていきたいんですけど、筆算で書きます。もちろん、計算は筆算を必須やと思ってください。はい。じゃあ、掛け算します。1×これやから、1、0、1、1っていうのが残って、0×これやから、まあ0ですね。書かない人も多いです。で、次、1×これ、1、0、1、1かな ?OK。で、次、1×これで、1、0、1、1っていう風になると。で、この括弧に書かない人おると思うけど、筆算の中でも一応書いときな。見られへんとき、自分の頭の中で計算とかメモ書きのときは別に書かなくてもいいけど、こんがらがったりするから書くのをおすすめします。はい。じゃあ、こういう風に掛け算できました。掛け算の授業やから本当はこれで終わりなんですけど、皆さん掛け算は普通にできますと。それでやってまいりました。足し算ですね。ここは足し算やったやんか。で、ここの桁は誰もいないので、1がそのまま降りてくると。で、次、1、0なんでまた1な。で、次、0足す0足す1なんで、ここも1と。あれ結構簡単ですね。はい。じゃあ、その次、1、0、1、1なんで、1足す1足す1です。で、1足す1が10になるやろ?だから10足す1してることなんですよね。つまり、1が残って1を上に上げると。そしたら、0、0、1、1なんで、1足す1。つまり、10っていうことで、ここは0になって1上がると。で、1、0、1なんで、1足す1っていうことで10になって1上がると。で、1と1なんで10になって計算終了っていうことで答えがこうなんねんな。OK! わかる?ちょっと書くとこないから答えだけ書くと、イコール1000111括弧2っていう風に答えが出ると。OK? 言ってることわかる?今足し算で1足す1が10になるっていうのがわからなかった人、おったらちょっとやばいと思うから前回の動画見てほしいんけど、1足す1は、二進法の場合は10ですよ。なぜなら、2になったら桁が上がるっていうのが二進法やから。はい。じゃあ、今二進法で計算したから結構わかりやすいんかなって思うんやけど、教科書ではもちろん二進法だけ教えてる教科書も多いと思うけど、他の三進法とか四進法とかでもできるようになってほしいから、一問だけ違うやつを扱うと。はい。はい、この計算、括弧4やから四進数ですね。四進法で表されたやつ。203×12 っていうのをやっていきたいねんけど、いきなり計算すると、23が6っていう時点で、これ、ないよね。四進法っていうのは4で桁が上がる。ってことは、この6っていうのは四進法で表せると、あまり2っていうことで、12かなっていう風に分かると。今言ってることがパッとできひん人の方が多いと思うから、普通に頭の中で計算、これ受信法でみんな計算するやん絶対。
3×2 は6。この6を4進法に直そうっていう時どうすんのって言ったら、あれですよね、割り算っていうのをしていくねんな。4で直したいから4、1たって余りが2、4、0、1っていうことで12っていう風にできると。 OK? 今キトントンが頭の中でやったのは、4進法は4で桁が上がるから、6の中に4が何個あるかなって頭の中でいつも考えるんですよ。そしたら4たす2ってなるやん。だから1個桁が上がって余りが2やなっていうこと、これをやってるっていう感じなんですけど、だから12やなってパッて出せる人もおる、出せへん人の方が多いと思うから、まずはこれで慣れてください。はい、ってことで2、3が6した時点でここは12っていうのが計算結果で出る。毎回これをしなあかんからちょっと鬱陶しいんですよね。二進法の場合はさ、1たす1が10になるみたいな簡単な計算しか出えへんけど、こういう4進法とか5進法とかになってくるとそこが鬱陶しい。二三が6やけど、4進法の世界では12っていうことな。 OK? で0は0やからそのままで、 2×2 で2人が4になるけど、さっきも言ったけど4は違うと。4はない、4は10になるなあかん。ここはパッてできるかな、みんな。オッケー。だからこういう風になんでな、アキトントンの動画見てる人はこのカッコの数字で桁が上がるっていうのが分かってるから、4イコール10っていうのがパッて出るかもしれへんけど、一応やってない人のために言うと、 2×2 はもちろん4なんですけど、これ10進法な、これを4進法で表したいと。そういう時は、この4っていうのを4進法やから4で割っていかないとダメでしたよねっていうことな。いける？そしたら10やんなっていうことで表すと。毎回これやってくれていいで。はい、それで次は 1× これやからそのまま203っていうのが来ると。で足し算するんですよね。ここは足し算です。この4とか書いてたら確かに足し算するとき鬱陶しいけど、2足す何もないので2と、2足す0は2で、1足す3また4になりますよね。だから4は10やから桁上がるんですよ。 OK? で001なんで1と、で1足す2は3だから答えは3102っていう風に分かると。4進法で表した、3102っていうのが答えと。いける？なんかここまで来ると面白くならへん。あ、桁が上がる。あ、6じゃないや。あ、10になるんや。みたいな感じでさ、ちょっと面白いかなと思ってほしいです。多分思ってるのはキトントンだけなんで。一個一個計算できるようになったらいいから、何回も言うけど、応用っていうのは基礎と基礎が絡まり合ってるだけです。今回の基礎っていうのは、進法の数を4進法に直してる基礎が出てきてたり、足し算っていうちょっと難しい基礎が出てきてたりするやんか。その辺ができてない人は、一番最初の動画とか足し算、引き算の動画とかを見直すっていうことをしてください。はい。じゃあ次割り算もやっていこう。割り算が一番難しい。これ引き算が絡んでくるからね。じゃあやっていきます。アキトントン。はい、この割り算やねんけど、ちょっと小さく書いたいんやけど、割り算っていうのは掛け算で引いていくみたいな感じやから、とりあえず普通に筆算でやっていこうかなーって思うんやけど、今言ってること意味わからんかったらちょっとついてきて、見るだけでいいです。はい、 OK。 こういう風に書いてで、1、10、100、1000、ここやな。まず、ここに1が立つかって言ったら、1立てれるねんな。1001×1 したら、ここが1001っていう風に書けるやん。OK? そしたら、引き算が始まるっていうこと。いきなり来ますね。0-1、これ難かってんな。隣から借りてくる。だから、1になると。OK? それで、ここは0になるっていうことな。だから、0-0で0っていうこと書かへんて。で、0-0、0、1-1は0っていうことで、まあ、1っていうのが分かると。ちょっと、カッコに消すな、鬱陶しいから。カッコに消させてもらいます。はい。それで、次計算したいときに、ここから1個降りてきたやんな。いける？ 10 っていうのが、完成すると。ここから1個降りてきて、計算できるかなっていうのを考えんねんけど、1001っていうのは、10より大きいから0です。はい、だからこういう風になって10で、またここの1が降りてくるっていうことな。そしたら101ってなんねんけど、まだ1001より小さいから0を立てると。 OK。 そしたら101で、次またこの1が降りてくるっていうことな。そしたら1011っていうのは1001より大きいっていうのが分かるから1な。はい、1001。じゃあこの引き算しましょう。1-1は0、1-0は1か。計算しやすいな。で、ここ同じやから00ってなんねんけど、ちょっと鬱陶しいから書かないでおきますね。はい、じゃあ次どうすんのって言ったら、また1個降りてくるね。この0が降りてきます。
そしたらこうか、100ってなんねんけど、こいつより小さいから0で、0で100で、この1が降りてきて1001っていう風になんねんけど、1001と1001同じやんで、ね、1が立てると。そしたら綺麗に計算できて0っていう風に出ると。 OK、 わかる？めっちゃ鬱陶しいよな。だから答えはここの答えな、100101っていうのが答えて分かると。まあ割り算やからやってるのはこことここかけたやつをここに乗せてるだけやな。で引き算していくっていうだけやから、まあ新しく出てきてることはないんですよ。割り算は普通に今まで通りの割り算なんで、上から下ろしてこなあかんなっていうのをちゃんと意識づけなあかん。ここから下ろしてきたやんか、ここから下ろしてきたやんかみたいなのをちゃんとやると。はい、これでこんがらがる人がいるんですよ。割り算ってどうやってやってたっけみたいなんでな、下ろしてたなみたいなのを分からない人がおるから、ちゃんと割り算は普通の割り算です。はい、で掛け算が二進法の掛け算になってるから、ちょっとややこしくなってるだけな。いける？で、これまあ二進法ばっかでテストとか学校の問題は出るからそこまで難しくないんですけど、一応他のね N 進法ですね、今回は7進法の数字、7進数を扱って見ていきたいんですけど、そうなってくるとちょっとややこしくなるんですよね。なぜなら掛け算がややこしくなるんですよ。はい、じゃあやっていくね。はい、これを見ていきたいねんけど、これ同じように筆算でやろうと思うんやけど、先にちょっと計算で示しときたいことがあんねんけど、これ同じように割り算していくと、さっきって二進法の場合って0、1やから0と1でしか表せへんから、そのまま例えば 36×1 はもちろん36でそのまま OK ねんけど、これ 36× 例えば、3っていうのをやって 6×3×18 サザンが9の108やみたいなんはできひんねんな。なぜなら掛け算の中に足し算があるからみたいなイメージでええんやけど、どういうことかって言ったら具体的にちょっと見ていきたいねんけど、例えば 36×2 って言われたら、これ十進法な。十進法やったら6に12の、まあ段を分けると2、3が6で72っていう風に出せんねんけど、これが7進法の場合どうなんのって言ったら、 7×2 の7ってなって6に12っていうのが12じゃないんですよ。はい、なぜなら1進法で表してる12っていうのを7進法で表してほしいんですよ。つまり7で割っていくっていうことな。じゃあ1が立って余り5の、7の0の10っていうことで、 6×2 っていうのは15なんですよ、7進法で表すと。わかる？12になる過程で丸が10個集まって12になってんねんけど、7の場合は丸が7個集まって桁が上がるわけだから、余りが5っていうことで15っていうことになると。桁が上がる基準が7やから、数字がその分ずれるっていうのがこの何々進法の掛け算の難しいところ。で、割り算はこういう掛け算が絡んでくるから鬱陶しいっていうだけな。わかる？今の丸々とかの説明は第1回目の動画でやってるから、これはマジで見てほしいかな。はい、1回見てる人でももう1回見ると改めて理解できると思うから、ぜひ見るのをおすすめします。この動画見た後とかでもいいからな。で、同じように計算すると、6っていうのはもちろん6です。7以上が桁が上がったりするから鬱陶しくなるっていうだけなんで6と。ってことは 36×2 っていうのは、5の 1+6 です。1+6は7になるから桁が上がんねんな。だからこうですね。はい、すごくない？ 36×2 って言ったら105なんですよ。だから鬱陶しいよね。はい、同じように 36×3 っていうのを見てほしいねんけど、 6×3×18 サザンが9で108やねんけど、10進法やったら、7進法になるとどうなるかなって言ったら、この18っていうのは7進法で表すと、18の中には7が2個おって余りが4やから24になんねんな。 OK、 今の多分頭の中でできる人はな、おったら「あ、そういうこと」ってなってくれたらいいねんけど、丁寧にするとこの18っていうのをさっきみたいな感じで7で割っていくっていうことな。そしたら7に14の4余るっていうことで、こうかな、24っていう風に出せると。9っていうのはどうなるかなって言ったら、7で桁が上がるから12かな。はい、っていう風にできると。9っていうのを7で割って余り2701っていう風にやったらいいからな。じゃああとは次足し算ですね。
4はそのまま降りてきて、2たす2そのままやな。はい、いけますね。ということで、36×2 は105やし、36×3 は144っていう風になんねん。で、ここに戻ってみると、154を作らなあかんねんけど、多分3かけた方がいいよね。いける？なぜなら、144が154のギリギリ近くなんで、こうなりますと。で、引き算します。2はそのまま降りてきて、4-4はもちろん0。5-4、1ですね。1-1は0。やから、102っていうのが立って、次ここに数字置きたいねんけど、かける2やったら105になってて、これ超えちゃうねんな。ってことは、かける1しか置けん。1っていうのは簡単。さっきの2進数と同じ。そのままかけるわけで、こういう風になると。OK。で、2-6します。2-6、うっとうしいな。また来ました。桁が降りてくるんですよね。で、何回も言うけど、うっとうしいな。ここから借りてくんねんけど、ここは借りられんから、ここから借りてくんねんな。OK。で、7個で1つやから、単純にここに7プラスした数字、-6してください。そしたら3です。OK。それで、次、ここの計算やねんけど、この書き方あんま良くないねんけど、ここから借りてくるっていうことは、ここの数字が一旦70になってんねんな。頭の中でな。70になってて、その7からまた1個借りてるから6なんですよ。70から1個借りてて、ここの計算してるから。だから6がおると。だから6-3して3っていうことな。わかる？つまり、この計算っていうのは、31余り33っていう風になると。いける？こんな風に単純に余りが出る割り算っていうのもあったりします。はい。で、まあ102-36っていうののこの7進法の計算が苦手な人もいっぱいいると思うから、普通の引き算の動画とか見直したりしてください。この動画だけで完璧になる人の方が少ないと思います。何回もどの動画でも言ってるけど、一回基礎動画見て問題演習して、もう一回基礎動画見るみたいな感覚でしてください。この隣の桁から借りてくる感覚、2進法やったら2でやる、7進法やったら7で計算するみたいな感じだ。その7からまた1個借りてるから6になっててっていうことだ。 OK。 で、まあもしめっちゃ遠回りやけど、これが鬱陶しいなと思う人は、シンプルに7進数っていうのを10進法で表し直して、普通に計算して、また7進法に直す、みたいな遠回り計算でもできます。ただそれはあんまり、おすすめしないというか、最終手段として使いな。はい。その直し方とかは最初の動画でやってるから、また見てください。はい。今回はこんな感じです。どうでしたか？まあ前回足し算と引き算やって、今回掛け算と割り算。これもし一気に見てる人おったらめちゃくちゃ頭こんがらがると思います。まあこんがらがると思ったから二つに分けたりしてんねんけど、一旦一つ一つある程度できるようになってもいいかもしれへん。足し算学んでから足し算演習して、引き算見て引き算演習して、もう一回基礎動画に戻って、いろんな問題演習して、みたいなのを繰り返し何回も言うけど、一発で完璧になる人の方が少ないと思うから、ちょっとずつ分かった気で進めてくれるといいです。問題演習を通して理解して、基本的な授業動画、この動画とかに戻ってくるっていうことをしてください。はい。そのための動画なんで、何回も見て何回も覚えてください。ああこのシーンでこんなん寄ってたわぐらい覚えてください。ということで、アイドントン YouTube の他に Twitter、Instagram、LINE やってるので、そこでフォローして、いろんなリクエストとかアキトントンの最新情報とかいろいろあるので、ぜひフォローしてください。ということで、もう一回問題と答え春からぜひ復習してください。はい、頑張りましたね。この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、友達にアキトントン知らない人いたらぜひ広めてください。高校生活、塾に行けない人いっぱいいると思うけど、アキトントンはこういう授業動画いっぱい上げてるので、再生リストとかから見てください。で、マジでチャンネル登録してください。それが励みになります。で、高校生の授業動画再生数落ちてたら、あんまり上げる頻度が下がってくるから、ぜひ友達と一緒に見まくって再生数とかいろいろ上げていってください。はい。じゃあ最後まで見てくれてありがとう。トントン、バイバイ。